私の母がある生け花教室に通っていて、これはその発表会でした。いろんな人のいろんな花があり、私はいっぱい写真を撮っていました。これはその中の一枚です。左上のライトの反射に紛れてそれは写っていました。よく見るとそれは高校時代自殺した友人の顔でした。なぜ今頃私の元に来たのか理由は分かりません。でもこれ以降頻繁に文字化けしたメールが届くようになりました。関係ないですよね。友達とクラブに行って騒いでる時に撮った一枚です。この時は全然気づかなかったんですが、後になってこいつの指がなんか変だということに気づきました。こいつに写真を見せると急に黙り込んでしまって、後で分かったんですが、こいつモテるんです。つまりその女の子をはらませちゃって、それを下ろさせたみたいなんです。これはその子供の顔なんじゃないでしょうか。